こんにちは、翔太です。今回なんですけど、ちょっとかなり体調が良くない状態ではあるんですけど、工芸動画最後、使っているところを見て思ったことについて話していこうかなと思います。完全エアプです。ごめんなさい。正直、私的にはですね、武将なら良かったなとは思います、正直言うと。それではですね、今回の目次になるんですけど、改めてパッシブスキル、アクティブスキル、見てですね、強いと感じたところ、弱いと感じたところ、最後にまとめをやっていこうと思います。まずはパッシブスキルです。UR 戦武器が体力レベル ×260、攻撃力 19%、防御貫通戦と。で、通常のパッシブが攻撃力 70%、敏捷値レベル ×360、HP60%、状態性 75% 増加。敏捷値の2倍分知力ダメージカット。自身がバナーにいるとき、味方が、自身、敏捷値の2倍分知力ダメージをカット。冷血状態は解除されない。出陣時、戦闘終了まで自身が神器状態と軽眼状態。状態性 50%。ダメージ 65% カット、攻撃力 50% 増加。命中された時、受けるダメージが自身 HP 上限の 5% を上回る場合は一旦投げた玉壁に入ることができて攻撃を無効化できると。なので、実質ですね、半分に1回攻撃を無効化するんで、一応 82.5% カットではあります。アクティブスキルが敵に致命ダメージを与え撃破できなかった場合、その敵を1回追加攻撃すると。で、敏捷値の25倍ダメージっていうかなり大きなダメージが入ります。追加攻撃前に 100% の確率で一旦の間敵をですね、間実状態にする。この間実が、最悪状態になりますので、もう確定で、どんないかなる状況でもつきます。で、間実が付与されると命中率と状態性を 10% かける間実の残り単数減少と。その付与者がですね、与えるダメージですねが 15% かける間実の単数減って、受けるダメージが 10% かける間実の残り単数増えると。自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合ダメージが倍になるんで、そういった状況であれば敏捷値の50倍のダメージが入るというふうなものになっています。ただここに関しては、例えば復活後 HP100% になるようなキャラクターですね、ブリュンヒルドとかこういったキャラクターには弱いかなと思います。旧 MR キャラクター、旧 MR、 MR 制ではない純粋な MR のキャラクターたちには強く出れるかなというふうには感じますね。自身が致命傷を受けたときは致命ダメージを無視、自身の異常状態をすべて解除し 80% の HP を回復、100% の確率で2ターンの間敵を間実状態にして命中率と状態性を、ここからは一緒ですね、で4回まで発動可能と。最後のパッシブが物理会心ダメージ耐性 65%、 状態性無視が 65%、 で敏捷値の3倍分攻撃力ダメージをカットとなっております。常時神器状態に入ることで耐久性と火力確保することが可能です。玉壁によって実質 82.5% ダメージカット、で追加攻撃であったり致命ダメージ無視のタイミングで間実を付与することができると。で、状態性が分かれている点であったり、状態性無視が低い 65% しかないというところは結構たまに気づかなと思います。追加攻撃の火力ですね。これ、最低でも敏捷値の25倍というところでかなり大きな火力になっています。で、無知を無力化できる、軽眼で完全に無力化できるんで、最近ですね、無知で耐久を作るキャラクターっていうのも非常に多いので、そういったキャラクターたちを倒していくことができるっていうところが優秀かと思います。続いて、アクティブスキルです。4ターンの間自身が冷血整合にまず入って、狂乱とか、狂乱じゃないわ、挑発とか、長老に、大きくが効かなくなると。で、体力値が最も低い敵4名に 900% の物理ダメージ、敏捷値の14倍、最大攻撃力の 80% のダメージが加算される。毎回攻撃を 100% の確率で4ターンの間敵を盲目罪悪にして命中値 80% 減少、余ダメージを 40% 減少、攻撃が命中しないたびに余ダメージを追加で 10% 減少、最大 30% 追加減少可能。知力値が最も高い敵、敏捷値が最も高い敵をそれぞれ4回追加攻撃。毎回追加攻撃前、自身の HP 上限が、
敵の残り HP より高いと必中になっちゃうというところで、まあここでもう夢召対策もできちゃってるっていう風な感じですね。で 100% の確率で、瓶小児が勝っていれば 100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を1つ解除、すべての攻撃を4ターンの間味方6名を雷火生後にして自身が総ダメージの 30% の HP を回復と、まあ最後に回復がついているって感じですね。ちょっとだいぶフラフラしているんでなるべく早く終わらせます。スキル2なんですけど敵6名に 800% から 1600% の物理ダメージ、さらに瓶小児の8倍から16倍、攻撃力最大攻撃力の 50% から 100% のダメージが入ると。で敵の人数が少ないほどダメージが高くなる。で残り HP パーセンテージが最も低い敵をさらに4回集中攻撃すると。撃破後攻撃対象を再選択するタイプです。毎回追加攻撃前敵の残り HP が 50% より高いとダメージが倍、 100% の確率で2ターンの間敵を遠征にして命中された時相手がそのダメージの 20% の HP を回復と。敵の残り HP が 50% より低い場合は、自身がそのダメージの 100% の HP を即時回復できる。で攻撃後 50% の確率に至らない間敵をに、めまい罪悪にして回避値を 30% 減少、すべての攻撃後4ターンの間味方6名をおぼろ月生後にするというふうなものになっています。まあ、スキル1、スキル2ともに攻撃回数が多くてですね、まあ、さらにここに追加攻撃とかも入っていくので、まあ、戦役ボスでも闘技場どこでも活躍できる、かなりの火力で活躍できるかなと思います。盲目、遠征、めまいも付与することができるので味方のサポートも可能です。冷血に入ることで、まあ、軽眼にも入っているっていうところでですね、もう好きなように攻撃することが可能なキャラクターとなっております。ここからはですね、強いと感じたところについて話していきます。まず、特にスキル1の火力ですね、こちらが申し分ないと思います。4名の範囲攻撃と4回ずつのですね攻撃をしていくっていうところで、まあ、これがですね、まあ、このキャラクターだけでもですね非常に高火力な、まあ、しかも致命ダメージさえ与えてしまえば追加攻撃も発動するっていうところで、まあ、特に怠慢性能ですね、このキャラクターととにかく強力なキャラクターだなというふうに思います。で、まあ、スキル1でですね、盲目をばらまくことができるんですけど、まあ、漢術もですね、付与していくことができるんで、まあ、この漢術と盲目ですね、どちらも付与することができると、まあ、一気に有利に出れます。残影とかがなくてもですね、かなり攻撃をかわしやすく、まあ、もちろんレベル依存なところはある、どうしても出てくるところはあるんですけど、かなり攻撃をかわしやすくなるかなというふうな印象が持ちました。で、玉壁による耐久ですね、これもとにかく強力かなというふうに感じています。やっぱり基本的には2回に1回ですね、玉壁によって攻撃を完全に無効化できるっていうところで、まあ、ある程度耐久は作ってあげないとはいけないんですけど、まあ、2回に1回攻撃を、無効化、まあ、82.5% ダメージカットになるっていうところは非常に強力かなと感じました。で、しかもスキル1がですね、必中効果ついているっていうところで、従来の弓章ですね、残影でかわすタイプの弓章にはこのキャラクター強く出ちゃう、必中で勝っちゃうっていうですね、ちょっとかわいそうですよね。なんで弓章の対策を弓章がしとんねんっていう風な感じではありますけど、まあ、ちょっとここはですね、強いんですけど、ちょっと悲しいところとして挙げておきます。ついて弱いと感じたところなんですけど、まず一番弱いと感じたのは反射ですね。ここにはとにかく弱いかなと思います。まあ、特にですね、まあ、レオニタスとかあの辺の剥がれない援護生護ですね、この辺であったり、まあ、孫権、今最近だと孫権来ましたけど、まあ、こういうですね反射が強いキャラクターの前にはですね、割と自分で攻撃していって自滅していくパターンが多いかなというふうに感じました。で、制裁ですね、これもかなりきついんですけど、制裁に入っちゃうと、まあ、残り2ターンであれ1ターンであれですね、玉壁のターン数が1ターンっていうところで必ず無効化されてしまうんですね、玉壁が。なんで玉壁が無効化されちゃうと、このキャラクター弓章で 65% ダメージカットのキャラクターになり下がってしまうので、正直そうなるとかなり弱いなというふうに感じました。で、レオニダスですね、かなり弓章に強いキャラクターではあるんですけど、レオニダスに攻撃を吸われてしまうとですね、致命ダメージのダメージも与えにくくてですね、追加攻撃かなりしにくくなるなと感じます。で、マガリンですね、に勝てるかって言われると、まあ、勝てることもあるけど、正直負けることの方が多いようなキャラクターだなと思いました。もちろん完全に攻撃が当たらなくて、風魂を無効化することができるなら、マガリンより強いと言えるんですけど、それを達成するためには、やっぱり弓章らしくですね、残影がないと、ちょっと厳しかったんじゃないかなとは思います。
まあ、あとこのキャラクターを短期特化で育ててしまうと追加攻撃もったいないと感じますね。他のキャラクターの協力があってこその追加攻撃かなと思いますので、まあ、このキャラクターだけで行くんならちょっと別のキャラクターを選んだ方がいいかなというふうには思います。最後にまとめです。まず、まあ、戦役ボスは命中値にさえ注意しておけば火力は非常に高くて全く問題ないキャラクターかなと思います。闘技場は、まあ、幹事によるサポートもできますし、自身の火力も強力でおすすめです。城に関してはですね、まあ、スキル1最後に回復はあるんで、まあ、ただの反射にはやられないんですけど、手強い反射にはやられちゃうかなと思います。強みとしては幹事を付与することで味方の耐久力、で、まあ、一応うまくいけば風魂対策にもなると。で、自身の攻撃時にも、まあ、幹事とですね、追加攻撃で付与していって、莫大なダメージを出しやすいキャラです。まあ、合計のダメージカットですね、っていうのは 95% 近くにも上るので、耐久も一応強力です。まあ、ただ制裁ですね、食らってしまうとかなり弱ります。弱みとしては、戦役はボスではですね、まあ、幹事は生かしにくいですね。あと弓章なんで耐久を適当に作っちゃうと玉壁を発動することなく、まあ、落ちてしまうという注意は必要です。使うなら純主力というよりは主力育成かなというふうには思います。でまとめとしては、まあ、めっちゃ強いんですけど、まあ、ちょっと弓章っていうところですね、負荷は少しマイナスかなとは思ってます。まあ、武将だったらもう拍手してましたね。まあ、私は弓章の方が好きなんですけど、まあ、弓章はですね、なかなか強いキャラが来ないっていう都合もあって入れ替えがしにくい。装備の観点上はですね、武将とか防止をメインにした方がいいかなと思います。まあ、しばらくは工芸で頑張るといった方はぜひ取っていただきたいなと思います。それではですね、まあ、最後に、まあ、今朝ですね、今朝は昨日か、上げたですね、まあ、動画ですね、工芸が欲しい欲しい欲しいという動画にですね、来たコメントについてですね、返していこうかなと、コメント返信させていただきたいなというふうに思います。ちょっともう目がだいぶ霞んじゃっているんですけど、やっていきます。まず一つ目が、何かの理由をつけて毎回取りたがるね、いいけどごめんなさい、取りたがってる、まあ何かしらと理由つけて取りたいんです、ごめんなさい。欲しいなら取ればよき、ありがとうございます。欲しいけど取れない時もあると思います。なんだかんだどれも欲しくはなるんですよね。そういう気持ちになるよう運営も作ってきてるはずで、廃課金でもない限り全部は取ってられないから、取らない理由を自分なりに固めて見送っていく儀式の積み重ねというか、その観点で言うと講義は弓章であるとか扱いに癖があるとか見送り理由を見つけやすく、しかも次回反響がお休みなので月末生を見送るチャンスという、なんだかよくわからない捉え方になっている。まあそうなんですよね、次回反響これがないのはかなり大きいかなというふうに私もちょっと思います。あーやばい。それではですね、次がなら取りなさいな、いやごめんなさい。私弓章フルデッキで取りましたが、なんだか武将って感じです。まあ、弓章の中だったら圧倒的に武将感ありますよね、これ弓章よねみたいな。でもね、それがいいと思います。武器の違いで、ダメージの種類を変えて3スクミンするためのものとしか思ってなかったので、と旧弓章を知らなかったから攻撃に違和感を感じなかった。まあ、確かにもう今始めると弓章のイメージ、いやでも男優キャラクターも結構いると思うんで、まあ、一応特色は出てるかなというふうには思いますけどね。まあ、ただ結局強くしようとすると、まあ、こういう耐久の強い弓章になっちゃうのは仕方ないかなというふうには個人的には思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。